マリンブルーの光に照らし出される水族館。県立足摺海洋館里海では昨夜イルミネーションがスタートしました。水族館ならではの海をイメージした青一色の LED、 およそ3万個の明かりが雰囲気を醸し出しています。青色で綺麗なのでいいと思います。海の中にいるみたいですごい綺麗だと思いました。里海は新型コロナの影響を受け県外客が少ない状況が続いていましたが、感染状況が落ち着いた先月頃から少しずつ客足が戻ってきているということです。イルミネーションは来月9日までで、毎日午後4時半から9時まで行われています。他にも年末年始にかけてさまざまなイベントが企画されていて、正月三が日にはぜんざいと餅の振る舞い、来月8日と9日には普段は見ることができない夜の水族館の観察ツアーが行われます。